だが殺さずにそのまま連れ出す。安心しな。最近のソーナさんならやりかねないわ。そうかい。人殺したことある？いきなりだな。聞いておきたいです。悪いやつだけだ。かえって安心しました。だといいな。当初とは随分と予定がずれたが。はい。予定に突発事件はつきものだ。なんとかやってみる。私もそれにこうしてここから脱出します。だな。あとは適当に楽しもうか。すぐに来いとはどういうことだ。1時間後に日本が沈没でもするのかい。そうか。来てもらったのは他でもないわ。また泥酔した客でも懲らしめればいいのかな。例の女幹部が脱走したの。どうやら思いのほか切れる女だったわね。我々の動きを察知したの。なるほどな。さすが幹部だけはある。すでに殺し屋が数人後を追っているわ。なんだって？どうしたというの？そんな声を出して。いや、俺の獲物だと思っていたんでね。他人にかすめ取られるのは趣味じゃない。だからこうしてあなたを急いで呼んだのよ。彼女が逃げ出してまだ1時間も経っていないわ。獲物はまだ狙えるわよ。ご配慮、痛み入るね。まだ遠くには行っていないはずよ。俺も追う。頼もしい限りね。そんなに慌てなくてもギャラはちゃんと出すわ。わあ、期待してるぜ。まずいな。こうも早くことが動くとは。考えてみたら俺はまだその女の顔すら知らないんだぜ。とにかくその裏切り者、いやアウトフィットを叩く協力者を探さなくては。先にやられたりしたらシャレにならん。いらっしゃい。初めての方ね。メニューはカウンターのところにあるからどれでも。アニョちゃん、びっくりしたわ。心臓が止まるかと思った。どうしたのよその格好。長髪にカラーリングまで入れて、なんか男性フェロモンもんもんね。
それなら勇敢マダムは一コロよ。ハードボイルドというよりはハードジゴロね。なんでそんな格好をしているのかは聞かないでおくわ。業界のルールですもん。はあ、でもよく見るといい男よね。目元は切れ長で、まつげも長くて。ねえ、アンヨちゃん、今日うち来ない？とってもよくわかったわ。Thank you.
なんだ、女が男どもに絡まれてる。こんな路地裏じゃありがちだが、待てよ、あの男どもは、しかも俺がぶっ倒した用心棒もいるぞ。ってことは、あの女が、くそ、繁華街の方へ行ったぜ。嫌がった、あの野郎ども寄ってたかって。おいお前ら、これは相馬さん、裏切り者を追い詰めたのは我々です。裏切り者の粛清は俺たちがやる。あんたは黙っててもらおう。こいつら、俺が手柄を横取りに来たと思ってやがる。あなたたち何か勘違いしていない？一体誰から聞いたのか知らないけど、私はアウトフィットの幹部よ。こんなことをしてただで済むと思うの？大したもんだな、こいつらを前にして。さすがは幹部というところか。私に何かあれば、あなたたちは全員粛清の対象になるのよ。おい、どうする。あのまあ、今度という今度は許さねえ。手近なのを殴り飛ばして走り去ってしまった。あの女だ。壁に張り付いて向こうを伺ってるぜ。あの女がアウトフィットの幹部だというのか？おいあんた、あなた、さっき男どもと一緒にいた。あれ？サングラス取った顔って、まさか。冗談だろう。なんであいつがここに。ちょっと、話しなさいよ。おい、お前もしかして、この…思いっきり殴りやがった。このパンチは過去に何度か受けたことがあるぞ。この女はあなたのために私の一生を捧げるわ。たとえ世界中があなたの敵に回ろうと、私はあなたについていく。どこへ行っても、どこへ行ってもあなただけを見続けることを誓う。これは命の誓い、あなただけの。そうだ、お前は俺のものだ。だから裏切るな。お前が裏切った時、俺はお前を殺す。あなたに殺されます。二人だけの誓いだ。はい。証拠書類もない。おまけに犯人も逃げたか。犯人と駆け落ち？最後までお前は意外なやつだよ。なぜだ？なぜ裏切った？なぜだ？なぜだ？なぜ？なぜだ？我ら！はよ。だって割り箸が縦に口に入ってるんだもの。はよはよ。誰がこんなことした？私。
寝言でなぜだなぜだってメロンでも入るくらい大きな口で叫ぶから割り箸でつい立てたの。あやめ、お久しぶり。久しぶりじゃないか。元気そうね。なぜ証拠書類を持って行った？なぜ犯人と一緒に？なぜ俺を置いて出て行った？なぜ俺を裏切った？どうしたの？いや、久々なんでね、声が出ないくらい感動しちまって。変わってないのね。お前は変わったな、だいぶ。そう見えるとしたら、あなたが変わったのよ。ホテルか。ミレニアムホテルか。そうよ。泥酔した夫を連れ込んだ女って役を演じたわ。ロイヤルスイートじゃないか。よくそんな金があったものだ。お金ならあるの。証拠を隠滅し、犯人と逃亡した裏切りの探偵、そして俺の妻だった女、変わっていない。こいつはアウトフィットの、いや何かの間違いかもしれない。いやしかしどうしたの？目をつむったり眉間にシワを刻んだり。どうしたの？いや、一体何を。あ、犯人を取り逃がしたことや証拠が隠滅したことよりもむしろ裏切られた衝撃の方が大きかったからな。さっきから押し黙って変な人。昔から変わってないわね。げんこつで不意打ちを食らったのは初めてなんでね。まだクラクラするのさ。だってあんな変装してるんだもの。どこかの紐のチンピラかと。グイ。てっきりあいつらかと思ったから。あいつら。ルームサービスがあるわ。どうする？ミレニアムホテルの最上階か。ここは。そうよ。いい身分じゃないか。私のお金じゃないわ。誰の？いや、元気にしてたか。ええ、それなりにね。軽い食事でもする？食い物はいい、吐きそうだ。じゃあシャワーを浴びてきて。あなたが地面にキスした時の泥まだついてるわ。うわあ、裸ではないか。そうよ、だって服は汚れていたから。だからってすっぱだかにひんむくことはないだろう。ホテルのサービスでお洗濯してもらってるから、それまでお風呂に入ってなさい。だが。ほらほら、その勇ましい格好で外に出るつもり？泥を落とした着替えは置いておくから、入ってらっしゃい。